自作フライデー、ハゼを釣ろう、フライフィッシング、浜名湖。はい、皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらのフライを持ってきました。使用したタックルは、ロッド、フライライン、リールは5番手を使っております。まあ、3番手でも大丈夫だと思います。で、リーダーを 1.2 号、を約1ヒロですね、つけております。そして、巻いてきた袖針ですね。袖針に巻いてきたフライを使っております。このような感じで、キス針ですね。キス用の、キス専用になっておりますけども、こちらを使いました。さあ、ヒットしましたが、ハゼはですね、そんなに暴れないので、まあ、釣りやすいかなと思います。ただし、針にかけるのがですね、ちょっとコツがいりますが、このようにしてですね、フライでもね、ちゃんと食べてくれます。はい。それでは実際に、フライを巻いていきたいと思います。まあ、それぞれのアイテムは使用するときに説明をさせていただきます。主なアイテムですね。マナブになります。で、針に巻くですね、スレッド、糸になります。実際にですね、投げ専用キス、キス針、ガマカツさんの10号を使います。こちらの針ですね、シャンクというですね、長い部分がありますね、針の。そちらが長いので、短いものと長いのとあるんですが、こちら長いタイプになります。これはね、後々都合のいいですね、要素となりますので、長い針を使います。そしてこちら、ひねりが入っておりますので、少しだけね、戻してあげます。あんまりひねりがあると、こう、水中でですね、回転してしまう可能性がありますので、まあ、それをね、極力抑えるという意味で、ひねりをね、少しだけ取ってあげます。ひねりがあった方が、かかった後バレにくいので、できればですね、ひねりがあった方がいいんですが、泳ぎという面におきましては、少し不利に働くかなというふうに思います。さあ、これをですね、バイスにセットしておきます。そして、シャンクと呼ばれるね、この長い部分。長い部分の真ん中あたり。ちょっと真ん中あたり少し右側ぐらいですね。一番右側にですね、こちらの左側に見えております。リーダーをですね、結びますので、そちらの結び代をですね、残してあげるっていう感じで、わざとですね、こういう長めのシャンクを持った針を使用しております。さあ、実際にスレッドでですね、巻いて、マナブを取り付けるんですが、まずはですね、下巻きというものをします。これはですね、これからつけるフライですね。フライの羽がですね、摩擦で取れてしまわないように、すべてですね、摩擦が少ないので、摩擦抵抗を上げるというですね、そういう意味で、こちらのね、下巻きをしても、しております。まあ、粗め、若干粗めでもいいですね。細かく密に巻く必要はあまりないかと思われます。まあ、このあたりはね、好き好きでいいかなと思います。まあ、全体的にね、こちらの方、シャンクに3分の2ですね、半分から3分の2ぐらいをですね、巻きつけるようにして、あとはヘッドセメントでちょっと仮止めって言いますかね、バラバラにならないようにしておきます。左の親指でピントが多少ずれてしまうんです。その辺はですね、ちょっと申し訳なかったですね。
見にくい映像になってしまって申し訳ありません。さあ、マナブーを取り付けておきますが、ですね、少ない量で十分です。4、5本ですかね。こちらで言うと1、2、3、4、5本ぐらい多分、まあ、あると思うんですが、これを左手から右手に持ち替えて、針の上に、真上にセットしてしますね。こちらの長さはですね、本当に好き好きだと思います。まずは、まあ、若干長めぐらいにして、スレッドをね、かけます。この時に、1回目のね、スレッドのかけ方によって、その後の出来栄えが変わってくると言っても過言ではないんですが、まあ、このあたりはですね、慣れていただければ、全然問題ないレベルになると思います。それでですね、しっかり、巻きしていただいて、前の方に、スレッドをですね、巻いたら、移動させたらですね、余分なマナブーを取ります。そしたらですね、マナブーをスレッドで巻きつけるようにして、テールの方まで行きます。そしたらですね、今度はダビング剤をですね、こちらはね、100均のですね、ダイソーさんの羊毛ですね、羊毛の、まあ手芸コーナーにあります、羊毛のですね、黄色を使っております。これは色はですね、いろいろありますんで、好きな色でいいかなと思います。今回ですね、浜の子は結構濁りがあったので、ちょっと見やすいものをね、わざとね、使っております。そしたらですね、スレッドを、ハーフヒッチを2回ですね、ダブルハーフヒッチを2回行って、フィニッシュってことですね。これはもう、30にも40にもやられる方も全然いいかと思いますので、これは好き好きですね。どっちみちですね、接着剤で固定しますので、まあ、特にですね、制限はないかと思います。そしたらですね、自分の場合は、まあ、瞬間接着剤を使っちゃいます。まあ、少量であればですね、そんなに発火しないので、あんまりたくさん、塗られると、真っ白になってしまう場合がありますので、まあ、白くならない量っていうですね、ちょっとだけつけてあげると、これで固定でいいかなと思います。さあ、この後ですね、一番特徴的なことですけども、リーダーをですね、フロロカーボンのリーダー 1.2 号、まあ、イソ用ですね。イソ釣り用のものなんですが、ダイワさんから出ているフロロカーボン 1.2 号をですね、まあ、だいたい50センチ、ないし40センチぐらい切り取っておきます。そして、針に外掛け結びで糸を結びます。一番簡単なので、こちら覚えていただけると、まあ、工具なしでできますので、このようにですね、外の方からかけますね。左手の方で輪っかを押さえて、端糸ですね、端糸の部分をフライヤーで掴んだら5回程度ですね。4回でもいいと思います。3回でもね、実際、ハゼ釣り用でしたら、3回とかでも全然共同的に足ります。今回は5回巻きつけます。で、巻きつけたら、左手と右手を交代させてですね、左の方側に最初に作った輪っか、端糸をですね、輪っかの中に通します。もうこの時ですね、ちょっとやりにくいかなと思うんですけども、まあ慣れてしまえば、なんとかできると思いますので、まあ慣れが必要かなと思います。
今回撮影のためにスマートフォンを自分の胸の方に当てながらやってるので、ちょっとかなりですね、無理な体勢でやっております。実際に撮影してなければ、ここまでね、手間取ることはないと思いますので、皆さんもチャレンジしてください。そしてですね、メインのラインをぐーっと引くとですね、ちょうど止まったとあたりがですね、ちょうどこのように結び目ができておりますので、あとはですね、これも好き好きなんですけども、自分の場合は、念のため、念のために尻尾抜けないようにするために、100均で買ってきたペンチですね、ラジオペンチでですね、ぐっと引きながら、そして右手でリーダーを引っ張って、完全に固定できるようになるまで引っ張ります。この時ね、あまり力を強すぎてしまうと切れてしまうので、それは気をつけた方がいいですね。そしてギリギリでいいので、ハサミで端糸を切ります。で、また再度ですね、引っ張ってあげて、ここで抜けるとですね、良くないので、抜けなかったらこれで完成になります。ひっくり返してですね、結び目のところを先ほどの瞬間接着剤。これも100均ですね。100均で買ってきた瞬間接着剤。ブラシがついているタイプを使って、粘土のあるタイプで垂れないタイプですね。そっちを使っております。そして引っ張って、しばらく引っ張ってあげますと、瞬間接着剤の溶液がですね、中に、結び目の中にピュッと入ってきますので、それで固定が完成しております。こんな感じでですね、簡単に巻くことができます。それでポイントなんですが、このマナブーの尻尾ですね、テールの長さ、こちらをですね、現場で調整するようにしていただきたいなと思って、わざと長くしております。実際にここでですね、こんなに長いとですね、ハゼが追い食いしていった時に、マナブーの部分だけ加えてすっぽ抜けるんですよね。なので、針がかりがほとんどしないということで、釣れない要因になりますので、そういった場合は、マナブーを思い切ってちぎってしまって、それで追い動かさせて、針がかりをさせるといいと思います。こんな感じになります。簡単です。皆さんもぜひチャレンジしてください。今回はご視聴ありがとうございました。このあたりで失礼いたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。